私は在レオン総領事館公邸料理人の柴山健太郎です。私が今回紹介する動画はとても簡単なものです。和食に対して難しい気持ちがあるかもしれないですが、今回を見てチャレンジするきっかけになってほしいです。それでは始めましょう。今回は和食で何でも使える万能だれを紹介していきます。材料も、醤油、白ワイン、顆粒だし、必要に応じて砂糖を使う、これだけの4種類になっております。それではやっていきましょう。まずは白ワインを火にかけ、アルコールを完全に飛ばします。そこに残った調味料をすべて入れます。ここに昆布を少し入れるとまた味に深みが増して美味しいです。しかしメキシコで見つけることは大変だと思うので補足として説明させていただきました。これだけです。簡単すぎます。天ぷらのつゆに使う場合はタレを水で4倍に薄めてください。これもお好みでおろし生姜を入れると美味しいです。そうめんを食べるときはタレを2倍から3倍に水で薄めて食べてください。暑い時期だとタレは冷たいほど美味しいです。そしてみんな大好き鶏の唐揚げに使う場合ですが、タレを2倍から3倍に薄めてください。そこにおろしニンニク、おろし生姜を入れます。一口大の大きさに切った鶏肉をタレに入れ1時間ほど漬けておきます。1時間経ったら軽く揉み、タレをよく切り、卵を溶いた小麦粉につけ、その上から片栗粉をつけて油で揚げていきます。油の温度は170度くらいが目安です。どうだったでしょうか。このタレは本当に何でも使えて和食の雰囲気を簡単に作ることができます。ぜひ動画を見た皆様もチャレンジしてみてください。